確かサム猫って2匹、もう1匹なんかおりましたが、もう1匹おるけど、ええ、下でどうももらったみたいで、あ、そうですか。それで今あれがついたら出てくる。あ、なるほど。さっき、ええ、あのなんか知った人が回っておらってくる。あ、ただがみんなでやってあんまりギャについてねえと思うから、流れ着いたけど、ボンちゃん、ボンちゃん、ほらほら、ほら上がって食べた、はいはいはい、ボンちゃん、俺らはもう小さい時から、ね、愛されてたから。あ、結構こう何年ぐらい前からいるんですか。もう4、5年、5、6年ぐらい前から。あ、そんなにいるんですか。この子で多分、はい、このぐらいの時は犯されるって言う。もう一匹この兄弟、兄弟が何匹かやっぱり好きな人がどう持って帰らなったみたいな。あ、そうですか。あ、なるほど、保護されたと。そう、これでこの子の兄弟が 茶のおとなしい子ってね、そこで、冬で寒いでじーっとしておけとかって、じゃあ持って帰る気に持って帰らなかった。あ、そうですか。よかった。あ、よかったですね。中に愛しとこうだ、欲しがる人が。いや、みんなこの猫たち、あの痩せ細ってなくて、みんな健康体にふっくらしてて、うん、朝は朝でみんなやっとなわけ、ね。あ、そうですか。それで僕らは夜の晩みたいな感じで。あ、そうすか。あ、もうボランティアさん毎日、毎日来られるんですよね。もう、そうそうそう、朝は朝の人でね、ええ、何人か2、3組ぐらいおらへん、おらへんだから。なるほど。行くわって、昼間は昼でまたあの辺でうろうろ餌持っとる人が与えとうみたいな。いろいろなんか縄張りがあるみたいで、こっちのグループはあっちに行かなかったりとかで、うん、そうそう、変わるみたいですね。なんかいろいろ聞いたら、うん、この子はだいたいこの辺ぐらいが主流でおるみたいなね。こちらまた黒い子が、黒い子やいろいろ数が多いけど、なんかどっちか。これ兄弟ですか、これ。これ親子。親子、うん、親子で、これこの子が、この子の子供がそこへ4匹おるね。あ、そうすか。 こういうようなのが、あ、なるほど。2匹と、こういう子が、はい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 、ね、あれが兄弟だけ。あ、冬は冬で、すごい親子しないと戻って、段ボールの中入ってて、ちょっと子供がね。あ、なるほど。これらもこの下でこうしないと、好きな人がね、まめに、小屋をこうしないと。寒いんだな。そっくりだけんね、ほんま。本当、どっちか、どっちか分かんないですね。あの、出てきた時も、どっちかに、後ろの足見るんだ、僕らも。あ、後ろに両方、あの右と左はね、ええ、白いのが、あの入っとるのが、ね。あ、そうすか。この子は片方しか白が入ってないから、ね、あ、ちょっこり出てきた時、あ、どっちかいなって僕らも分からん。ああ、なるほど。